今日はスターウォーズのプラモデルをいろいろ購入しましたので、そちらを作って紹介していきます。購入したのは中国のアリエクスプレスというオンラインの通販サイトです。日本でいうところのアマゾンみたいなもんですね、楽天とかもそうですね。そちらに行っていろいろと注文してみました。購入したものはストームトゥルーパー729円、ダースベイダー1003円、グリーバス将軍1367円、キャプテンファズマ729円、カイロレン912円、シストゥルーパー820円、ダースモール785円、ボバフェット872円、ジャンゴフェット697円、なんと合計8000円ぐらい買ってしまってました。キャラクターが多いといろいろ作ってみたくなりますね。実際はいっぱいキャラクターが売っていました。その中から選んだものになります。そして実際に送られてきた状態がこんな感じですね。1個ずつ袋に入って、中にバラバラで部品が入っています。こちらの写真みたいになっているのは説明書になっていて、組み立ての方法がいろいろ書かれていますよ。アリエクスプレス、通称アリエクは到着までだいたい1ヶ月ぐらいかかりますので、ご注意ください。最初の1便でこれだけ注文しました。それでは早速ストームトゥルーパーを作成していきましょう。全部で9個買って、そのうちの3個を本日紹介します。袋から出してみると、説明書と細かい部品がいっぱい入っている袋があります。こちらは結構細かいのが多いので、小さいお子様がいるうちはご注意ください。結構小さいので誤飲は注意です。そしてパーツが結構多いので、なくさないように注意してくださいね。ニッパーなどは不要なので、そのまま組み立てられます。子供がそこそこ大きかったらできると思いますよ。うちも子供と一緒に作りました。組み立ての説明書はカラーで印刷されていて、結構わかりやすく書かれていますので大丈夫だと思います。ちょっと似たようなパーツがあるので、そこだけは注意してくださいね。部品が多かったので、もし部品が足らなかったらどうしようかなと思いましたけれども、一応すべて9体作りましたけれども、足らないことはありませんでした。むしろちょっと多めに入っていますね。なので安心して作れると思います。もし足らない部品があっても、一応連絡することはできますので、なんとかなると思いますけれども、日本語でのやり取りができないので、そこだけはご注意ください。英語か中国語になると思います。こちらのストームトゥルーパーは子供と一緒にやりながら、だいたい30分ぐらいですかね、で完成できました。ちょっと時間がかかるので早送りします。そろそろ完成が近づいてきましたね。体ができましたよ。あともう少しです。そしてこちらが完成したストームトゥルーパーです。きちんと武器も持ってますよ。左手と右手両方に武器を持っています。武器はきちんとキャラクターごとに違う武器を持っています。ストームトゥルーパーはこちらでした。そしてこの武器は外すこともできて、付け替えたりもできます。こんな感じで外すことができます。言ってしまうと、ストームトゥルーパーにライトセーバーを持たせたり、その逆もすることができます。基本この四角い形で止まってる状態ですね。これで銃を左右に入れ替えてみたり、いろんな形ができますね。それでは一周回ってみましょう。こんな感じですね。割とメカメカっぽい感じでかっ
こよく見えてしまいます。実際はプラスチックなのですごく軽くてスカスカです。飾っとくにはちょうどいいですね。そしてこのストームトゥルーパーの大きさですが、測ってみるとだいたい23センチぐらいですかね。そしてこちらの動かせる部分、可動部位というのですかね、についてですが、足は3箇所あります。3箇所は足首と膝と足の付け根の部分ですね。こちらの3箇所を動かすことができます。この3箇所でいろんなポージングを取ることができます。続いて腕の方ですね。腕も3箇所、手首、肘、肩の3箇所で動かしてポージングを変えることができます。あともう一つ、頭も一応動かすことはできるのですが、あまり動かせません。なので基本腕と足でポージングを作ってください。そしてこちらは武器にギミックがあり、実際に武器が飛び出します。これは4本ついてきましたけれども、こちらの横の赤いのは予備みたいですね。奥まで差し込んで、そうすると止まります。下の引き金の部分を動かすと、先ほど入れた棒が飛び出します。ただこちら試してみたら結構威力があってすごく飛んでいくので、絶対に人に向けたりしないようにしてください。うちは基本外してあります。それではストームトゥルーパーの記念撮影、こんな感じです。こちらでストームトゥルーパーは終わります。このまま次のモデルを作ります。先ほどのストームトゥルーパーでだいたい分かったと思いますので、次のダースベイダーは早送りで一気に行きます。こちらは開けてみたらダースベイダーなのに、なぜか緑色のライトセーバーが入っていました。おまけ的な感じですかね。パーツ数的には先ほどのストームトゥルーパーより数が結構多くなってます。こちらは作るのは時間かかりました。そして一緒に入っていたマントがちょっと輸送で折れ目がついてしまっているので、アイロンかけて綺麗にした方がいいかもしれません。うちはそのままでした。部品数が多いとその目的のパーツを探すだけでも結構大変ですね。綺麗に並べた方がいいかもしれませんね。あとうちはこの黒いテーブルで作業しているので、黒い部品が結構見づらいのですが、明るめのテーブルの上でやった方が多分部品が見つけやすくて分かりやすいと思います。先ほど話していたマントはこちらですね。説明書に折りたたまれて挟まれていたので折り目がついています。こちらはアイロンがけで直ると思いますよ。そしてこちらで完成しました。ダースベイダーです。ちょっとおまけでついてきたやつを持たせてしまってますけれども、本当は赤だけですね。こちらの裏側の部分にギミックの動かす部分があります。なかなかダースベイダーはかっこいいですね。サイズはこちらは結構大きくて30センチぐらいあります。立たせると結構大きいですよ。そして説明書にあるこちらを見るとわかりますが、腕を動かすことができます。先ほどの後ろの部分を
ぐるぐる回すと腕が上がったり下がったり戦ってるような感じで遊ぶことができますね。うちの子もこれで遊んでました。他の部分は首のところにチェーンがついていたり、可動部位に関しては最初のストームトゥルーパーと同じになってます。ダース・ベイダーは割と模様が入っていますね。それではパシャリタイムです。こちらでダース・ベイダーは終わりです。さて最後はグリーバス将軍を作ります。ちなみにこのグリーバス将軍は一番パーツ数が多くて一番時間かかりました。これも結構大きいです。大人一人でやっても30分以上はかかると思います。子供とやったのでまあまあかかりましたね。1時間ぐらいはかかったと思います。ライトセーバーも4本あって腕が4本ありますので結構作るのは大変ですよ。こちらも結構時間かかりますので最後の方まで飛ばします。早送り。そしてあっという間に完成しました。グリーバス将軍は体のほとんどが機械になってしまったんですね。こちらの持っているライトセーバーはグリーバス将軍が倒したジェダイナイトから奪ったライトセーバーみたいです。なのでジェダイナイトのライトセーバーの色をしています。大きさとしてはこちらも先ほどのダースベイダーと同じ30センチあります。ただこれは横に腕が4本出てるので結構縦も大きいですし横も大きいという感じですね。全体的にすごく大きいです。こちらの腕も1本ずつ動かせるようになっています。ただこの足だけは動かすのがちょっと難しいです。これは他のキャラクターと比べて足の関節のつながり方がちょっと変わっていますね。足の付け根の部分のつなぎ方が他とちょっと違います。これはグリバス将軍は爪もありますよ。爪も動きます。結構体が大きいので立たせるのが難しくてちょっと不安定ですね。そしてこちらのグリーバス将軍が持っているライトセーバーですが、実はこれ暗闇で光るようになっています。これは今真っ暗な状態で撮影しているんですが、蓄光になっていてライトセーバーだけが光ります。ちなみにダース・ベイダーなどが持っている赤いのは光りません。ジェダイの騎士が持っていたライトセーバーだけ光るようになっているようですよ。ですので他にダース・モールやカイロ・レンも作りましたけど、そちらは光りませんでした。グリーバス将軍のお写真タイムです。こちらで今日紹介する3体は全て終わりです。次回は次の3体を紹介しようと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくね。プー。